ミナルディ M192 は、ミナルディが1992年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。デザイナーは、アルドコスタ。1992年、フェラーリエンジンの供給が停止され、チームは、フォード V8 とランボルギーニ V12 の中から、ランボルギーニを選択した。シャーシ側では、ノーズ先端をやや持ち上げて、 ジョーダン191風の当初ナルーイングを装着したのが特徴である。シーズン序盤は M191 バイトを投入し、M192 のデビュー戦は第5戦3割の GP となった。ジャンニモルベデリと新人のクリスチャン・フィッティパルディがドライブしたが、下が両名ともリタイアした。その後はコンスタントに乾燥を重ね、フィッティパルディは 日本 GP で6位に入り1ポイントを獲得した。フィッティパルディは、第8戦、GP 予選中に首を痛めて、負傷欠場し、第9戦から11戦まで、アレッサンドロザナルディが代役として出場したが、予選落ち2度に、リタイア1度といずれも完走することはできなかった。チームの獲得ポイントは、フィッティパルディの1ポイントで、コンストラクターズランキング11位でシーズンを終えた。 2012年3月に行われた鈴鹿サーキット開業50周年感謝イベントではミナルディに在籍したことのある中野真嗣が M192 をドライブして鈴鹿サーキット東コースでデモンストレーション走行を行った。ありがとうございます。